境界領域とは、複数の分野にまたがる学問分野。物理学と科学の物理科学、地質学と生物学の個生物学、医学と工学の医療工学などがある。主に、複数の既存の分野を統合して扱う分野に、対して用いられる。その中でも、提唱されてから間もなく、客観的には、議論が十分に成熟していないとみなされている分野や、 参加者数の少ない分野に対して多用される表現である。当該分野の専門家の間にも分野の認識に関して大きな差異がある場合が多い。ガリレオン・ガリレイやアイザック・ニュートンがそうであったように、全近代においては一人の学者が複数の学問分野を研究することは一般的であった。なぜならまだまだ科学は発展途上であり、 要求される知識の量は少なかったからである。一方、現代においては科学の発展に伴い、学問はその対象に合わせて微細に系統化されている。このためある分野の学者が似た分野について全く無知であることも珍しくない。これを学問のタコツボかという。しかし、逆に科学の発展ゆえに本来無関係と思われていた分野に共通点が見つかったり、 応用が効くことが分かったりすることが増えている。例えば本来機械を扱うシステム工学が経済活動に適用され経営システム工学と呼ばれた。また従来生物学は生態や構造といったマクロな視点で発展してきたが消化器系などミクロな視点で研究を行うには科学の知識が不可欠になる。よって科学の視点から生物学を捉え直し、 生物科学が生まれる。ただし、現在では、生物科学を境界領域であるとみなす研究者は少ない。なぜなら、この分野は、すでに十分に発達し、一つの学問として、確固たる地位を築いているからである。ありがとうございます。